いらっしゃい。あら、りょうちゃん、福さんから電話があったよ。なんか探してたみたい。福さん、明美に電話する口実だな。やだ、もうそんなんじゃないって。男はもううんざりなの。嘘ばっかり。それで福さんは何か。そうそう、りょうちゃんの友達が家で待ってるって。直行たちかな。それじゃあ帰ります。一旦家に戻るか。